麻生財務大臣。麻生副総裁。おい、太郎。麻生。お前何偉そうに言ってんだよ。お前むちゃくちゃ腹立つよ。むちゃくちゃ心配だよ。何何麻生太郎副総裁。ロシア侵攻が東に向けて行われた場合、我々が日本の独立のために戦う決意があるかどうかが問われている。お前どうせ決意ないだろ。お前戦ってくれるのかよ。こそこそ逃げて。 もしくはロシアと癒着するんだろう。分かってんだよ、どうせ。戦う決意からどうが問われてるとかって、結局戦場に行くの俺たちだろお前ら傷つかないところから勝手なこと言ってるだけだ。ふざけろよ、お前。何やってんだよ。むちゃくちゃ心配だよ、これからの世の中。俺たちは30年後も生きていかなくちゃいけないけども。お前30年後いないだろ。ああ、逃げ切った。よっしゃよっしゃ、いい人生だ。 今日もうなぎ25万食うかなうん、なんかキャバクラでも行くかなうん、ホステスさんと手も握ろうかなみたいに思ってるんだろうな。安全圏から偉そうなこと言ってるのが麻生太郎副総裁。いやあ、ご立派ですね。雲の上ですよ。憎まれっ子世にはばかると言ったもんだ。ねえ、こういうふうなね、権力を振りかざす人間が私たちの暮らしをダメにしたと。私たちを奴隷にしか持ってない。その正体が麻生太郎副総裁。 もちろんね、麻生太郎副総裁、その地位に対して私はいろいろ言わせてもらいますけども、もうね、国会議員辞めたら普通のおじいちゃんですから、特に叩くことはありません。老害とは何かというと、年を取った人間が、その権力を振りかざすことであり、おかしな権力を振りかざさないんだったら、老害ではなくて、老益と言って、まあ、年を取れば、それだけ慕われる人ということになりますかね。まあ、キングオブ老害、まさに、 お前のことだよ。あ,あ、そう。あ,あ、そう。何やってんだよ。お前俺の前出てこいよ。勝負してやっから。なろう。ということでございました。